大谷翔平、メッツが最高額オファーの可能性。現地記者によると、もし大谷が東海岸の移籍に前向きなら、メッツの大富豪オーナーであるスティーブ・コーエン氏は最高額を提示するだろうと、話を聞いた複数の球界関係者全員が口を揃えたという。ある他球団の幹部は、もし大谷がニューヨークに来るといえば、彼らは考えを変えて来季優勝を狙いに行くはずだ。総年俸がどれくらいになるかわからないが、コーエンは彼を獲得できるならお金は気にしないだろうと指摘した。マジやん、ドジャースやぞ、うおー。敏腕記者ヘイマンが言うのなら間違いないな。大谷、山本、千賀、チャンピオンリング諸田で、これは日本に来いよ。ホームラン70本いけるやろ。ジャイアンツでいいだろ。ケンロウゼンサルが発表するまでゆっくり待つわ。